はい、皆さんこんにちは、かずえちゃんです。もうね、久しぶりの旅行動画をお送りします。今回ね、北海道に行ってきました。10泊ぐらいしたのかな。札幌、帯広、釧路、網走と行ってきました。動画がね、めちゃくちゃ長いので前編と後編でお送りしようと思うんですけれども、地元の福井は空港がなくて、石川県の小松空港から行くんですけれども、小松と新千歳、直行便が本当は出てるんですけれども、コロナの影響でその便がなくなってしまって、今回は羽田経由で行ってまいりました。皆さん、北海道の動画お楽しみください。無事に今札幌に到着しました。これから、北海道の旅が始まります。今日の夜ご飯はトリトンです。札幌2日目です。めっちゃいい天気です。すごいね、結構雪が高い。ここ歩道なんだけど結構雪が積もってる。これからお昼にカレーを食べに行きます。来ました。今日のお昼ご飯、こんにちは。このね、スープカレー食べたんだけど、このフライ、これカチョカバロチーズってやつ、これめちゃくちゃ美味しかったです。ここ森彦コーヒーっていうところに行ってきました。コーヒーとこのケーキ、名前忘れちゃったんだけど、リンゴが入ってたケーキでした。お昼もその後コーヒーもケーキも食べて、お腹がパンパンなのでずっと歩いてます。本日の夜ご飯はこの串取りです。これが好きね。デートしたい。また明日、おやすみ。おはようございます。と言ってももう昼だけどね。今日の札幌もめっちゃいい天気です。これから北海道庁の何だったっけな、食堂にお昼ご飯食べに行ってきます。なんかそばがめっちゃ大きいらしいので、それ食べます。北海道議会食堂のお昼ご飯です。オートクザルそばにしよう。すごい大きさ、すごいね、1キロ。なんかお腹に溜まるんじゃなくて、ここに溜まってくるの。なので1キロ食べました。うわ、めっちゃ綺麗、やばくない？皆さんにこれから北海道の景色をご覧いただこうと思います。それではどうぞ。じゃーん。この奥に見えるのが大倉山のジャンプスキー場らしいです。ウィーって移動して、多分茶色いのが北大あたりで、あっちもっともっと奥の海が見えるとこ、あっちが渡るらしいです。この52分目って帯広行きます。わーい、初めての帯広です。おはようございます。今日から帯広に移動してきました。今豚丼屋さんの前で待ってます。もうね、ほんといい天気で、もうみんなね、 DM とか、ツイ
あの YouTube のコメントとか、あのインスタの DM で、あのおすすめのところ本当にいっぱい送ってくれて、まあもう全部いけるかわかんないけど、もう本当にお腹がなんか3つぐらいあればいいのになとか思うぐらい本当に美味しいものだらけなので、あのぜひ皆さん今日も帯広を、旅していくので、皆さん今日も楽しみに動画見ててね。豚丼のトンタです。豚丼が最高だった。めちゃくちゃ美味しかった。で今豚丼食べてお腹いっぱいになって、車走らせて春にれの木っていうところに来ました。ほんといい天気だ。ほらほら結構雪なんだけどね。およそ200メートル先、目的地は右側です。お疲れ様でした。いい天気です。帯広めっちゃカップルがたくさんいる。ご利用いただきありがとうございます。めちゃめちゃ気持ちよかったです。初のモール温泉と毛流かサウナね、めっちゃよかった。寒月園っていうところでした。もうね、豚丼ほんと美味しくて、昼と夜豚丼のはしごをしました。おはようございます。北海道5日目です。今ね朝の6時半でこれから北海道ホテルっていうところの朝風呂に行ってきます。北海道ホテルです。朝だったけど結構人が入ってました。めちゃめちゃ整いました。シャキーン。なんかね、朝から長風呂して結構もう疲れちゃったんだけど、今あの帯広駅近くのなんかインディアンカレーっていうお店にがおすすめだよって結構みんな教えてくれたので、今そこに向かってます。今日の夕方の電車で、帯広から釧路に向かうので、それまで今日もたくさん食べ歩こうと思います。あ、着いた、多分これだ。11時からのオープンで今日も待ちます。エビと何だったっけな、カツカレーだったかな。もうねお昼食べ過ぎてお腹がパンパンなので、今散歩してて十勝大橋っていう大きな橋を歩いて渡ってます。大きいんですね。芋を食べます。でっか、なんかさつまいもの皮が、まあさつまいもが容器になってるみたいな感じかな。うん、あ結構ずっしりくる。何してんだろう。これからこの青空5号っていう特急に乗って、釧路に向かいます。1時間半ぐらいで帯広から着くみたい。この列車は特急青空5号釧路行きです。ただいまご乗車いただいております。多分ね電車が最後だったらしくて、すごい人がいっぱいいました。今釧路駅に到着です。
おはようございます。今ホテルの近くのコンビニに向かってるんですけれども、結構雪が降ってて、まあ今日も今日もというか釧路来たのが生まれて初めてなので、まあ、2日間釧路満喫していこうと思います。釧路朝雪ひどかったんだけど、いい感じに雪も止んで、釧路川沿いを、お散歩してます。これまで何日間か北海道過ごしてきて、今日が一番寒い気がする。まあその海沿いっていうのもあるかもしれないけど、今日がなんとなく一番寒い感じがします。もうね、毎日食べるの楽しみすぎて、だいたいお店って11時ぐらいとかに、まあ、オープンしてんだけど、もう結構早めに着きすぎて、5分前とかに店の前で並んでる感じで、ちょっと恥ずかしいんだけど、まあでもまあいいなと思って、まあそんな感じ。今からお昼ご飯食べてきます。ここです。めっちゃ美味しそう。もうこの音聞いてください。スパカツって言って、スパゲティの上に、とんかつが乗って、ミートソースがかかってる。絶対美味しいやつ。あ、めっちゃお腹いっぱいになったし、めちゃくちゃ美味しかったです。散歩しよう。それではそれでは皆さん、北海道旅行動画の前編は終わりです。本当ね、食べ過ぎたっていうぐらい毎日食べてました。後半は、釧路から網走で、あとウトロの方に行って流氷に乗ってきました。今流氷の上に乗ってます。皆さん後半もぜひ楽しみに待っててください。それではね、皆さんまたね、また見てね、バイバイ。